やばい、バッグの中最悪だ。バッグの中に最悪や、チョコが、チョコが、なんかチョコ減ってるなと思ったんだよな、オレンジピールのチョコ。ああ残念、チョコがぶちまけてました。リップリップ、あ、今日はこのあとハニハモの配信があるんですけど、それまで時間ができたので配信してます。めっちゃ声響く、あああ。クリスマスプレゼント買ってきた自分に今。アイシャドウ、600円のアイシャドウを買いました。激安だけど私はすごい好き、このアイシャドウ。メイクしようっと、600円は激安ですよ。アイシャドウってだいたいプチプラでも1600円とかするイメージ。高いのはめちゃ高い、7000円とか8000円とかね、いいやつは。けど私が今日買ったのは600円。もうさ、帽子かぶってきたらさ、前髪がさ壊れました。見えなすぎる自分の顔、メイク。600円のアイシャドウこちらです。オレンジ系ですね。オレンジ、なんかキラキラしてるピンクベージュみたいなやつ、ベージュ。これはあんまり使わない。あんまりラメがない方が私は好きなんですけど、これは程よいラメで、色も私はオレンジ系が絶対いいので、自分に合う色でもね、ちょっとね落ちやすいんだよね、やっぱ安いから。
暗くて見えん。無音が響いております。こっちは素晴らしいアイシャドウです。こっちは600円、安すぎ。今日はハニハモの配信があるんですけど、それもショールームかな。そうですよね、それもショールームですよね。見てくれますか。夜から8時かな。何やるか全く知らない。乾燥するな。もう今日は風が強すぎて歩くのを諦めたくなりました。冬だね。なんか天気はいいけどめっちゃ寒い。昨日の方があったかかったですよね。よし、 OK。 髪は自分で巻いたの？うん、朝巻いた。めっちゃ適当、細いやつで。もうね、寝癖直すのが大変なんで巻いちゃった方が早いんですよ。外羽とかストレートの方が大変。私は寝癖を直さなきゃいけないから。でも巻きは寝癖直さず上からボボーンって巻いちゃえばもうね、寝癖もバレないからね。私は巻いちゃいます。うん、まあでもショールーム、ハニハモのショールームの前にもうちょっとちゃんとメイクをして、分かった、いつもと携帯の置き方が逆だ。
充電してるんですよ。だから遠くにね行けないの。置き場がない。やばい。ぐるぐるしてすいません。私がずれればいいんだ。分かった。よいしょ。ああ乾燥する。ああ。何しよう。メイク終わった。終わってないけど、とりあえず終わった。昨日サイレント見ましたか？見ました。最終回見た。お話し会久々行くね。やった、待ってます。明日明後日お話し会です。2日間あるよ。クリスマスお話し会待ってます。クリスマスだからお話し会のお弁当とかちょっと期待してる。ケータリング。でも明日はイブか。イブ楽しみ。何食べれるかなって。毎年クリスマスのお話し会とか握手会ってケータリングすごくて、チキンが来たりとかケーキもらっちゃったりとか、すごいんですよ。すごいクリスマスを味わわせてくれるの。ありがたいよね。相撲ある今年もないのかな。ね、もう終わりますもんね今年。ないんじゃない。情け、あんなに毎月やってたの減ってきた。ゴールデンウィーク、夏祭り、クリスマスと大体話し会あるよね。もちろんイベントは、イベントなんていうの、そういうイベントの日っていうのはね大事だよね。生誕祭もなかったね。来年だね、おそらく。ヒダーヤとか3年ぶりだったんでしょ、生誕祭。3年分の生誕祭をやったの？すごい。やっぱみんな生誕溜まってんだね。小田もやってないもんね、まだ。小田エリードラマの時ケータリングのことで不満言ってましたね。不満？なんだろう。すごい。ドラマの時ケータリングで不満ってめちゃめちゃ嫌なやつじゃない？なんだろう、ドラマでケータリングなかったけど。
あんまりロケだったから。何のことだろう。あ、あれ？ドラマ撮影中で私がいなかったお話し会でラデュレのケーキが出た時のことかな。そう、私がねたまたま仕事でお話し会出れなかった時に限ってお話し会がジョジュエン弁当で、しかも高級ケーキがあったんだよね。あれなんでだったんだろう。いや、不満言ってたってちょっと人聞き悪いよ人聞き悪い、運が悪かったね。なんでだろう、すごいよね、ショーケース並んでたもんね、あれ。私がいない時に限って。何だったんだろう。でも私はジョジョ園弁当はそりゃテンション上がるけど、一番嬉しいのは金兵衛お魚の弁当が一番嬉しいかな。おかずいっぱい入ってるし。胃もたれちゃうんだよね、ジョジョ園弁当。めちゃめちゃ美味しいけど。ミートやさわ大好き。たまに出たら嬉しい。ほんとたまにでいいです。好き嫌いな食べ物あるの？好き嫌いな食べ物？好きなもの嫌いなものってこと？好きなものいっぱいあるし、嫌いなものっていうか得意じゃないものもある、いくつか。メロンとかエビとか。なんでメロン私は苦手なんだろう。お刺身はものによる。どんどん食べれるようになってきてるけど、たくさんは食べれないかな。ちょっと食べて、あ、美味しいぐらいですかね。そんなもりもり食べれない。あ、めっちゃ乾燥する。やだやばい、どうしよう。落としたいファンデーション。かわいい背景クリスマスになってる。クリスマスツリー。え、チキンとかケーキもある。だるま？なんでだるま？だるまが椅子座ってる。え、かわいい。窓からサンタさん覗いてるよかわいい。おっとっと、背景をプレゼントありがとうございます。ちょっと待って。よいしょ。いやー、乾燥本当に嫌。いけてた。時間にショールームやって見れないよって言われちゃいそうだったけど、見に来てくれてありがとうございます。
あと1週間で今年終わりってこと？やば。1週間ちょっとあるか。早っ、今年終わるの。2022、2023、来年うさぎ年？ねえ、うしとらう、うさぎ年だ。2023年なんかあるかな、楽しいこと。いい年にしたいな。2022ってなんか長ん、なんかいろいろありすぎてすごい、まあ、あっという間だったけど長かった気がするくらいいろいろあった。去年の今頃は舞台稽古してましたね。赤の女王のしてたわ、してた。そうだそうだ、懐かしい、懐かしすぎ。歌がいっぱいあったな。生誕祭もクリスマスにやりましたもんね、私は。ね、赤の女王私出て、そっからシリーズ続いてるけど、コミさんとかゆずちゃんとかさやりんとか出て、次のやつはマチャリンが出たりとか、めっちゃ AKB メンバーが続いて出てる。リリいつまでも残ってる頭に、一生忘れないんかなこのメロディなんでこんな残るんだろう。ちょっとダークだからかな。今何時ですか？携帯でやっちゃってるからさ、携帯1台しかないからさ、14時57分、まだまだ時間がある。いいですか、こんなのんびりの配信を続けちゃって。あと1時間ぐらいやっちゃうかも。いいですか、いい、こんなダラダラのんびりの配信をダラダラやっても。お菓子とか買ってくればよかった何時まで配信するの？結構できちゃう。正直結構できちゃうんだ、夜からだからね、ハニハモ配信が。結構やっちゃう、結構やっちゃうかも。マリアちゃんの生写真を毎月注文してるよ。ありがとうございます、嬉しい。やった、生写真ってゲットしてくれんだみんな。
服かわいい。どこのですか？これかわいいよね。フリックスストア。もう私のクローゼットの半分くらいフリックスストアかもしれない。半分は言い過ぎ、3割はフリックスストアかな。そんなになんか必ずここで服買うっていうのがないんだけど、なんかフリックスストアは買っちゃう。コートもフリックスストアだし、でも別になんかこだわりはないです。絶対ここで買いたいとか、ここの服が大好きとか、そんなこだわりない。マリアちゃん髪型変えた？うん、毎日変えてる。うん、そういうわけじゃないけど、毎日同じようには負けない。昨日はストレートで一日過ごして、この間の劇場の日、劇場行って中止ですって言われたから、あ、じゃあショールームしようと思って、じゃあメイクしようと思ってね、劇場残ってメイクとかしてたの、自分で適当に。で髪の毛も巻いてたの。そしたらやっぱり公演やりますってなって、えって公演なのに自分で髪巻いちゃったよってなって、メイクさん来てから自分で巻いた髪をちょっと直してもらったんだけど、巻くの上手だねってメイクさんに言われて嬉しかった。でまさか劇場公演自メイクで出るとは思わなかった。中止って言われたから、あ、じゃあショールームしようと思って、ショールームせっかく来たしメイクしようと思ってメイクしてたんだけど、暖房止めたら止めたで寒いな。おう、猫踏んじゃったってどうやって弾くの？猫踏んの踏んってどこ？猫ふんのふんってどこ？この曲って終わりあんの？テンテテテンテンってあるよね。ピアノなんて弾けないよ。
小学校の校歌だけ弾けるけど弾いたらダメだバレる。なんか弾けるやつないのかな。旅立ちの日に、旅立ちの時、旅立ちの日にとか弾けたらいいのにね。憧れた。チャン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 、チャラン、チャラランチャラン、チャラララン、チャンチャンチャン、チャンチャランチャン。怖い。え、怖い怖い。人の声？オルガンの音って怖いんだよね。なんかなんか楽譜ないの？ないな。よいしょ。なんかさ、弾ける曲ないの？楽譜、ドレミでも書いてくれたら。わかんない。何この時間。自由。ん？いろんな音がある。わかんないね。なんだこれ。ファンクション、なんだそれ。ブリリアンスタッチ、なにそれ。メトロノーム、すごいね。ピアノってこんないろんな機械が備わってる。でも弾けなきゃ意味ないわ。弾けません。ピアノこれなんて言うんだっけ、キーボード。でもピアノ弾けそうってよく言われた。
雪を翼に込めて希望の風になり、ソラソドソラソララソラソ、何それ、そしてバトンは渡されたっていう映画見て、旅立ちの日にがかかった瞬間にボロボロ泣いちゃった。なんかやっぱあの曲ってすごい、イントロだけでいろんなことが蘇るし、なんかいろんな気持ちがになって、なんかうーって泣いちゃった。8の最後のコンサートでさ、旅立ちの日に歌ったらやばいね。卒業式、8卒業式。お菓子買ってくればよかった。お菓子食べたい。バッグの中に散らばってたチョコならあるけど、封印します。今誰かいないの？誰もいなくてびっくりした。無人。自分お菓子買ってきます。おす、お願いします。チョコとクッキーとグミ。初見です、こんにちは、初見です。今日は朝から雪かき。でもニュースで見ました、雪が超積もってる。北海道160センチ雪が積もってるってニュースで見たんだけど、身長越しちゃうぐらい雪が積もってるってこと？びっくり。お昼食べた？うん。朝昼兼用みたいな感じで昨日買ったパン、クロワッサン。大きなあくび。時計欲しい。涙目、あくびで。なんで涙出るんだろう、あくびって。
あくび映った人、配信じゃ映んない？あくび映るって何なんだろう、本当に。じゃあイヤホン持ってきたからカラオケします。あくびすると涙をためる部分が表情筋で押されるから涙が出る。そうなんだ。今押された、押されたから、はい、涙目になりました。だけどこぼれるほどの涙は出ないんだね。どんだけあくび出んの私。なんでこんなにあくびしてる、なんだろう、なんかこもってんのかな空気が。ふぅ、あ、いい、もう不安定だ。カラオケ曲を選ぶ。AKB。久しぶりにショールームカラオケする。え、嘘でしょ。なんで、なんで、なんでこんなに。寝たよちゃんと、いっぱい。じゃあクリスマスソング歌おう。え、ない。クリスマスがいっぱいない。
いっぱい踊ったことあるけどさ、いっぱい踊ったことあるけどさ、サビ以外歌わりないとこばっかだったからあんまり歌えない。あと私これ選んでない。これ選んでないんだけど、なんで勝手に。はあ、クリスマスソングにするねって言って これこっちこっち。クリスマスの歌？
クリスマスの歌ってなんだ。これはある。わ、懐かしいのに。
おもろ。クリスマスシーズンだけ歌うとかじゃないよねこれ。私一回だけ公園でやったことある気がするな。こんな雪が二人を包んで、うちの日、うん、懐かしいパーティー。あとクリスマスソングもうないかな、私が知ってるクリス歌えるクリスマスソングって。なんかあるっけ。ノエルの夜をなんかあるかな。なんでこんなに出るんだ首。懐かしい曲いっぱいある。曲見てるだけで面白いんだけど。何初恋のおしべって。バモス。ブラックフラワー。知らない曲がいっぱいあるなぁ。ほっぺつねる。かわいい。なんだろう、どういう曲だろう。夢かと思ったみたいな曲じゃない。あ、絶対そうだ。これは夢なんじゃないかってぐらいなんか幸せな。あ、わかった。好きな人に告白されて、これは夢なんじゃないか、夢だ、きっと夢だ、ほっぺつねってみようっていう歌だな絶対。合ってる？予想だよ、勝手に予想。予想です、ただの。どうだろう、絶対そうだと思う。
後で聞いてみよう。え、なんで、なんでこれ、なんでなんで、本当になんで、怖い、こんなに。なんか甘いもの食べたとかじゃないよ。レモンの年頃、懐かしい。私リーフ。これもうクリスマス関係ない。楽しそうゲームだ、そうきっと私の負けかもね。今笑ってるつもりでもまぶたじっと熱くなる。 I'm not a s h
んだよな。いい曲。涙のシーソーゲーム。今何時ですか？お、もうこんな時間だ。早っ。なんか天候悪くて仕事先で帰宅命令。わお、帰宅命令？どう天候、雪、大雪みたいなことですか？なんかないかな曲。雪と雨混ざって風吹いてる。わお。あ。あ、あ。ガチマイク。ガチマイク。あ。ガチマイク、ガチなマイクがあります。はあ、私は何やってんだろう。ピアノ弾いたり、ドラム叩いたり、マイク引っ張り出してきたり。遊んでます。自由に。間違えた。どうやってやんだっけ。これか。でもさ、ガチマイク持ってきたところでこのマイク拾わないよね。いっぱいあるな、曲が。すごいな。
どうしよう。
って、これ一番だけなら歌えるかも。すごい、本当に自由すぎて、自由に。聞いていこう。移動すごい好き。なんかお腹減ってきたかもしれない。ラスト1曲とかにしよう。
あれ、これどういう曲だっけ？あれ、A メロがわかんない。これどういう曲だっけ？ちょっと歌ってみよう。歌えるかな？いつも A 公演でいいなこの曲って思いながら聴いてはいるけど、歌えるわけがなさそう。あれ、なんかなくなっちゃった。あった。どういうんだっけ、 A メロ。
今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう。歌ってる曲は歌いやすい。フル歌ってるし、イエーイ。ということで終わります。なんかすごいのんびり自由な時間を過ごした。
じゃあランキング読みます。やばい、本当にお腹減ってきた。20位、王業、ありがとうございます。19位、グアポ、群マニア、ありがとうございます。18位、モンゴリアンプッチョ、ありがとうございます。17位、エイト、ありがとうございます。16位、マサヤ、トリヒラ、ありがとうございます。15位、ホアン、ありがとうございます。14位、書道大好き大学生、ありがとうございます。13位、ヒカル 400X、 ありがとうございます。12位、ズーシミケンスーケ、清水健介さんってこと、ありがとうございます。11位、赤花のソルティ、ありがとうございます。10位、ジェリー、ありがとうございます。9位、コバ、ありがとうございます。8位、ヒロノリ、ありがとうございます。7位、おやちゃん、ありがとうございます。6位、チャー、ありがとうございます。5位、いつもタン推しパピ、ありがとうございます。4位、とち太郎、ありがとうございます。3位、けんけん、ありがとうございます。2位、りょう、明日お話しかよろ、もうね、なんかね、あとのあとがね、もう見れないんですよね、ショールーム変わっちゃって、ありがとうございます。お話し会待ってます。1位、三角おむすび群マニア、ありがとうございます。なんかね、こう名前をタップしてもね、続きが見れないんですよ、一定の文字数しか、変わっちゃった。明日明後日はお話し会待ってます。来てください。ワンショット以外はあれ、押し増し使えます。押し増してください。あ、ワンショットじゃない、サイン、サイン会以外は押し増し使える。今何時ですか。お、ちょうど良さげ。このあと8時ぐらいから、8時ぐらいっていうか8時だっけ、ハニハモの配信あります。見てください。ハニハモ揃う、全員揃うのは最後ですので、でね、じゃあもう外暗いかな、まだかな、見てね、ハニハモ、またハニハモのショールームで会いましょう。バイバーイ、ありがとう。